ご覧ください。これ前収穫したところですけども、内側からまた新しいニラが生えてますよ。皆さんおはようございます。さあ今日は10月でございます。前収穫したところのニラがこんなにまた再生しております。生命のパワーです。今日も収穫してまいりましょう。この、下の 3,4 センチを残してこうやってこう使う部分だけ収穫すると、また次のこうね、2週間前に取ったばかりなのにこんだけ、成長するという素晴らしい、生命力でございますね、ニラ。はい、もう何度も言いますけど、この香りがね、本当に中華料理のコクを、醸し出しているのはこのニラのまさに香りではないかと、私は本当にこの使い勝手がいいんですよね。もう本当に何でも使えますからね。スープの中に入れてもよし、焼いてもよし、ニラというね、食欲をそそる野菜、これ本当におすすめですよ、ニラというのを。はい、そしてね、ありがたいことに血液をね、サラサラにしてくれる効果があるんですね。硫化アリルというかね、どうしてもね、やっぱり肉類中心の生活を送ると、血液がドロドロになってしまうので、それをですね防ぐという、とても体にいいお野菜なので、皆さん積極的にね、ニラを取ってください。もうニラの食べ過ぎで太る人なんかあんまりいないですから、どんだけ食べてもね、健康になると思う、まあ、大丈夫だと思いますし、この香りがね、本当にやみつきになりますよ、ニラ。何度も言います、ニラ、この香りがたまんないです。おすすめです。植えてください。